はい、皆さんこんばんは。情熱と思考をアップデートするマザーハウスカレッジ代表の山崎大輔です。本日も木曜生カレッジ、頑張ってやっていきたいと思います。今週2回目のライブなんですけれども、実は一昨日ですね、冒険家の阿部正達さんと対談して、これもめちゃくちゃエキサイティングで楽しかったんですけれども、今日もまたね、絶対エキサイティングな話になると思います。で、多分ね、楽しみにされて来られた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、すでにね、たくさんの方集まり始めてますけれども、お邪魔します、楽しみにしてます。こちらに今日もコメント、見れておりますけれども、今日のゲストは武田双雲さんです。まあ、書道家としても、すごくね、有名な方ですけれども、最近はアートの領域にまでですね、活躍の舞台を広げられている。そしてですね、すごく言葉を持っている人でもあるので、この時代にですね、どんな言葉がやっぱり必要なのかということで届けていきたいなと。で、今こそアートの力が必要だというのが実は今日のテーマなんですね。で、やっぱりですね、アートって人の感情に僕は寄り添うものだなと思っていて、今僕らの心ね、すごく感情っていうのが揺さぶられてます。で、そんな中でこの武田双雲さんもどんなことを思って今表現に向き合ってるのかっていう話もね、突っ込んで聞いていきたいというふうに思ってるんですけれども、もうすでに気づかれてる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はここにあるのは、これ僕の絵なんですけど、僕の絵って言って僕が描いたものじゃありません。これ実は武田双雲さん描いたもので、僕も武田双雲さんアートの、アートホルダーなんですね。本当にこう共感してですね、このエネルギーをもらってですね、僕もいつも頑張っています。なので今日ここに実は用意しました。この辺の話もね、聞けたらなと思ってますし、なんと今日はですね、楽しみにしてください。武田双雲さんの絵を、いつもね、絵とか書を描いてる場所にまでね、もしかしたらちょっと皆さん入れるかもしれないんですよ。ちょっとね、楽しみにしていただけたらというふうに思っています。ということで、僕の話はね、そろそろにしてですね、今日のメインのゲストである武田双雲さんに登場していただきましょう。武田双雲さん、お願いします。大丈夫かな。あ、双雲さん本番ですよ。武田さん、双雲さん本番ですか。入ってますけど横になってます。天地逆、回して回して、そうか、おっと逆になった。お、ありがとうございます。こんばんは。おー、いきなり書いてる。今ね、ちょっと待ってね、いきなり入っちゃうけど、はい、これでいいかな、合ってる。お、僕の書きかけじゃないですか、それも。今ちょっと書いてたら忘れてたの、ズームのこと。すごい、ありがとうございます。なんかいきなりサービス精神旺盛やな。ちょっとね、いきなりだけどね、どうしても書きたい言葉があってね。え、何ですか何ですか。僕ちょっと精神年齢が高いので、ちょっと高尚なことを書こうと思ってて。はい、お、来たよ、もうこれ。僕ちっちゃい頃すごく言われて、すごいへこんだ言葉じゃないですか、これ。もうちっちゃい頃のトラウマをいきなり僕えぐられてる感じ、それ。絶対大輔さんはトラウマ 100% っていうのを知ってるから。やっぱり、いや、そう、ちっちゃい頃大、なんか、いかりや長介の長スケベと山崎大スケベですよ、本当に。ありがとうございます。米書かなかったらすごい価値あったのに。ごめんなさい。いや、これあえて現代アートっぽいかなと思って。世界中の大スケベを敵に回すか味方に回すかみたいな。確かに。いや、でも、スケベラブみたいな。もう、あれですよ、今は、その名前がすごい愛しの名前になりましたけど、当時小学校の時は辛かったっすね。どうか、すぐ言われるんだもん、大スケベって。まあ実際スケベなんですけどね、すいません。どうでもいい話。大スケベ好きなんで、スケベ好きなんで。スケベ好き。そうそう、ありがとうございます。ということで、たくさんの人見てるんですけど、そうそう、元気っすか。なんかね、元気なんですよ、ほんと。やっぱね、俺が今まで出した本のタイトルがひどいんですよ。上機嫌のすずめから始まり、はい、天国メガネの法則、ポジティブの教科書、波に乗る力とか、なんかもう、ね、ラッキー道とか、うん、なんか、アホなぐらい前向きなタイトルの本をいっぱい出してきたから、俺みたいな、この、野郎が、俺みたいな野郎が、なんかこう、ネガになったり、不機嫌になってると、ありえない、人類全員になっちゃうんで、めちゃめちゃそう、自分の相応メソッドを使ってね、ものすごい今回
今だから言えるけど、ちょっとコロナが落ち着いたから言えるけど、一人でめちゃめちゃ楽しんでたんですよ。でも1ヶ月半あったじゃないですか。結構それな、はい、波に乗る力じゃないけど、いろんな波あったでしょ。でも正直実は、ま、どこまで言っていいのか分かんないですけど、俺で、あのコロナ前に全部いい仕事がちょうど終わった頃にコロナが来たんですよ。あ、そう、ソウンさん持ってるなと思ったのは、ちょうど一番大きいアートの展覧会が完璧な形できて、その後でしたもんね。そう、全部が、いや、これスピリチュアルで、俺の人生をかけた太鼓展をバーってやったんだけど、うん、日本橋三越とか、あの、代官山のでっかい会場を借りてやったんだけど、2年前から話が進んでて、なぜか3月と2月で全部終わっちゃうんだ。で、もうちょっと俺は春に持っていきたかったのに、天が2月で終わらせるんですよ、全部を。で、書道教室を2月で辞めるって、20年続けた書道教室を2020年3月で辞めるってなぜか決まってて。あ、そうなんだ。なんていうの、スピリチュアルすぎて、なんでだろうって思ってた。なんで3月とか2月に全部が終わるんだろうって言ってたんです。で、世界で何かが起こるだろうって言ってた。北総雲さん、大きい宇宙との対話ですね、それ。いや、本当で、まさかこんなコロナが来るなんて誰も予想つかないけど。総雲さん、今書道教室も一回やめたんですか、3月に。それ3月で、あの、泣く泣くみんなでもう抱き合いながら、大泣きのまま、まあ、生徒さんも300人ぐらいいたんですけど、もうみんなでした時に、まあ、コロナど真ん中だったんですけど、いわゆるこうパラダイムシフトが起こるなっていうのはなんとなく分かってたんです。人類のパラダイムシフト、大きな分岐点が2020、なんとなく分かってたんですけど、まさかこんな形で来るとは思ってないから、もう想像を超えてましたね。まあそうっすよね。ちなみにその辺の話も後でまたちょっと聞きたいんですけど、1年でも1ヶ月半はどういう過ごし方してたんですか、ソウンさんは。だってソウンさんやっぱり、まあ、それだけのありふれたエネルギーがあったら、家こもってたらなんか爆発しちゃいそうな気がして、でなんかあのいつも外にエネルギーを発信してるじゃないですか、ソウンさんって。なんか自分に返ってきちゃうような気がして、ソウンさんの場合なんかちょっと心配だったんですよ、僕実は。できるな、ごめん、なんか本当にね、あの変な話、僕ライブ好きだから、ライブ見に、人のライブは見に行けないんですけど、ジャイアンだから、俺あのリサイタル好きだから、ずっとボエーってやって、なぜか歌手、書道家のくせに毎日3時間ぐらい歌うライブを。いや、見ましたよ。マジで歌ってたし、こうやって。それに、結構ね、面白いのはね、皆さん見ました?ソウンさんのあの、睡眠中のライブとか。睡眠中のライブじゃない。睡眠中のライブっていうと、寝ながら歌ってるみたいだけど、寝てる姿、布団の中に入ってる姿を生中継してるんですよ、ずっと。ね、渡辺直美か武田双雲かみたいなことやってましたよね。いやもうね、俺もともとインターネットラブラブ男だから、もともと理科大の上学出て、で NTT の IT コンサルタントやった時にも、いや IT やべえっつって、一人でやべえやべえ、狼少年みたいにいろんな社長さんにやばいっすよ、マジやばいっすよって。で今回コロナが来て、こんなにありがたいツールだとは、ためにあるんじゃないかなぐらい。だから家にこもってるっていうより、ずっと世界に向けて発信してたみたいな、なんか。確かにね。ライブ好き、生好きっていうか、生ライブ好きっていうか。うん。いや、でも僕、これね、だから僕、ソウンさんやっぱ一番面白いところの一つはここで、だって、書って、ある意味限られた、このすごく限られた世界で、一点集中して、なんかハードじゃないですか。リアルなものと。で、インターネットで開放的で、誰とでもつながって、ある意味一点集中じゃなくて広がる世界っていう、この2曲をね、ソウンさんどっちもやられてるって面白いなと思うんですよね、僕。そうなんですよ、あのなんか何でも食べちゃうあの妖怪みたいな感じで、だからコロナによって人類も分裂する、これから不安に負ける人と、よりこう元気になっていく人のこう分断が始まるわけじゃないですか、その、ポジとネガの結構やっぱね、感謝で溢れる毎日の人もいれば、まだ戦って傷ついて戦士みたいな人も現れるだろうし、今度は不安に苛まれて引きこもる人も出てくるだろうし、まあ、よりハッピーになる人も出てくる中で、そのギャップに燃えちゃうっていうか、それをどうやって埋めようかとか、
なんか全体を見てワクワクしちゃうタイプっていうか。いやでもね、なんかやっぱそこをワクワク、まあ本当はね、こういうご時世だからやっぱり難しいとこあるんだけど、その環境をやっぱ楽しめるかどうかの力って、これから絶対必要になってくる力ですよね、やっぱり。とは言ってもね、俺じゃあどうしようもできない問題ばっかりで、世の中はコントロールできないことで、うん、苦しんでる人や悲しんでる人になんで苦しんでるんだっていうことは言えないし、まあいろんな状況で人間だから苦しみや悲しみがあるのはもちろんわかるんだけど、そういう人たちをコントロールできないから、じゃあコントロールできないんだったら、うん、その中で自分がやれる範囲でワクワクするっていうか、やれることだけを考えていくっていうかね。いやでも山崎みたいに経営やってると多分もうそんなことの連続で、具体的に何するかの連続でしょうね、選択の。いやでも本当その通りで、なんか唯一コントロールできるのって自分の気持ちと行動だけなんですよね。なるほど。え、今回山崎さんはこう、まあ、店舗持ってるから、俺も飲食やってるから大変なのはなんとなく想像はある程度つくんだけど、うん、かなりの不安とピンチを抱えたわけじゃないですか。その時山崎さんどう動いたんですか。僕、まあ、ある程度は見てたけど、どう動いた。基本的にはまずうちのスタッフ700人ぐらいいるんで、700人のスタッフの不安を取り除くために給与は全額ちゃんと払いますっていうのと、やっぱりこれくらいうちの会社お金があってっていうのでちゃんと全部出して、この状況1年半続いても会社生き残れるよっていう状態にしてみんなに話して、その後この世界のことを考えようって言って、1ヶ月半なんか自由とは何かとか、コミュニケーションとは何かってことをずっと勉強してたんですよ、みんなで。250人です、日本にいるスタッフ。でもちゃんと発信してましたもんね、そういうのもね、ちょくちょく、うん。いやでやっぱり結果としてすごいいい1ヶ月半だったなと思ってて、売上はもううち8割減だし大変なことになってますけど、いやほぼゼロですよ、だって30店舗全部休みなんだもん。それでいいっていうのがすげえ。うん、でも不安にはなんなかったですね。っていうのは結局やっぱりさっき言った通りで、なんかこうコントロールできるもので、僕東日本の時も同じような状況になったので、東日本大震災の時も、ああそう、あの時も全然物を売れなかったんで、だからやっぱりそういう意味で言うと、経験してるっていうのもあって、できることっていうのは今目の前のことをおっしゃる通りでやることだなっていう。でもそう、ソウンさんもそう、飲食やってるんですもんね。そうそう、でもまあチームがみんな全然めげないで、より団結、まあ本当山崎さんが言うように逆に団結しちゃって、やれることに集中して、なんかこの危機があった方がみんなのこうモチベーションも上がっちゃって、その通り素晴らしいチームができてます、うん。いやでもね、このやっぱりこう危機とかピンチをどう生かせるかっていうのはやっぱりね、うん、なんかそのそれまでの信頼関係とか、あとやっぱりね、うん、その時のこうミッションというか目的をちゃんと持ってるかによりますね、やっぱり。なる、やっぱチーム、日々のチームに対するこうビジョンとか、その波動みたいなものが、うん、まあ、きっちり現れますよね。いや本当、ソウさん波動って言葉ねよく使いますけど、やっぱみんなの波動がちゃんともともと合っていればピンチの時も同じ方向をちゃんと向けるしっていうのは確かにあるんですよね。素晴らしいな、山崎さん優しすぎるんだよな。そこいや本当ね、それが一番の弱点なんです、すいません。そう、ちょっとね、山崎さんは逆にや優しすぎて脆いところがあるから、逆に俺も心配してるけど。怖いな、ソウさんに言われると。はい、じゃあちょっとそろそろせっかくなんで、ソウンさん今日はですね、ぜひソウンさんの書と絵をですね見せていただきたいなと思って、多分今日見てくださってる方もね、楽しみされてる方いらっしゃると思うんで、おいきなりちょっと僕ビデオ止めますね、せっかくなんで大きく見てもらおうと思って。はい、こういう形で、これ何ですか、ソウンさん。なんかね、妖怪を描きました。コロナをやっつける昔の何百年か前の絵から撮った絵、アマビエという妖怪です。へぇ、あとはなんかこんなね、緊急事態宣言とか書いてる人いないっすよ絶対、こんな綺麗な字で。ノリノリでポジティブに書く緊急事態宣言っていいよね。さすがだな。大変な時は大きく変わる時だ。あーでもね、その両方を並べてるのがいいっすね。でもね、そうなんですよね、こう大変なんだけどこれでチャンスだと。で、まあ、やっぱり健康大事だよねって、まあ、たまたまこれ買ってるけど、でも結局まあバッチリだよと、行き当たりバッチリだよと。うん、でもこれ自分の書いたものをやっぱ自分でも見たりするもんなんですか、しっかり。あ、やっぱり飾りますね。だからこれやっぱビジョンと、俺のこの最初に書いた20年前のビジョンなんですよ、これが。ああ。
で、やっぱりそういうのが自分を近づけてくれる時とかもあるんですかね、やっぱり。もう近づけるっていうか、どっちかとも根底になりますよね。これを基軸に行きますよね。だから、すべてを遊ぶって書いちゃった、で、飾ってると、ここに集約するから、何か起きたこと全部遊んじゃうみたいな。なるほどね。で、でもそれ強いっすよね。確かにそこに目の前にあるとね。そう。やっぱり飾るってすごい重要で。で、今日これ今出来たてほやってまだ乾いてないんだけど、こういう枠が、こういう挑戦とか、これはちょっと天の恵みって書いてあるんだけど、天啓とかね。天の。すごい。っていう字なんです。え、こうなんか自分が描きたいものってこういうのって自分の中から出てくるものなんですか？ね、やっぱりなんていうかな、シャーマンだと自分のこと思ってて、うん、やっぱ自分が伝えたい思いはもちろんあるんだけど、その前にまず一回人類と繋がんなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ自分の心を大きくしていくんですね、そこで一回。まずは透明にしてニュートラルにして、全体の悲しみ苦しみ不安ポジ、ネガ、希望、絶望、あらゆるものを一回ニュートラルに受け入れるんですね。でもそういう時、そういう意味で言うと、今のコロナのこの時期って、うん、もう世界のなんかいろんな感情が渦巻いてるじゃないですか。すごいですよね。うん、で、それってなんか、なんて言うんだろう、そのエネルギーをこう受け止めて放出すると、うん、ある意味自分も壊れそうになったりしないかなとか思うんですけど、どうなんですかね。そう、やっぱりほら、例えばカウンセラーとか整体師の人たちが、なんて言うんだろう。受けちゃったらダメじゃないですか。受けちゃったら仕事にならないじゃないですか。マッサージ、整体師がもし、患者さんの願いを精神カウンセラーが受けてたら仕事にならないのと一緒で、ちゃんとスルーする技術を身につけてます。ああ、やっぱそうなんですね。それってやっぱ長くこう、書というのに向き合ってきたからこそできることなんですかね、やっぱり。そうです。心の技術ですね。結構それは技術に近くて、どうやってその自分のノイズ出て受けてるノイズを受けないかっていう共鳴を消すんですよ。その共鳴しないように器を透明にしとけばスルーできるので、 いかにこうのなんかシステマティックにそれをその波動とか信号とかをこうコンピューターのに動かすかみたいなところがあって、結構かなり技術で鍛えてきました、日々。ちなみに1個前に見せてもらってたモチーフってあれ何ですか、さっきの。どれだろう、1個前。このピンクとかの柄が入ってるもの、この魂の隣にあるこれかな。はい、これ楽しいっていう漢字を元に書いてて、へえ、まあいろんな意味に取られると思うんですけどね、ちょっとこう人間が持ついろんな面を描いてて、子供っぽいところから大人の闇まで、こう、いろんなものが複雑に絡まってて、まあ、ネガの部分とポジの部分のこうバランスを取ってるんですね、いつも。それがこの一つの漢字の中に入ってるってことなんですね、楽しいって字の中に。やっぱ楽しいってね、そんな手放しで楽しい人生なんてないじゃないですか。やっぱり、生きていくといろんなことが起きる中で、うん、この瞬間切り取っても楽しいっていうのは、まあなかなかないのに、あえてそれいろんな面を全部楽しいで包み込んじゃうみたいなところがあって、まあそこら辺の矛盾とか、いろんな、なんか話すと長すぎて、一作品に一冊ぐらいの本ができるんですけど、これも楽しいというじゃん。そう、なんかあれですよね、ソウンさん、楽しいっていう字をすごい大事にしてますもんね。僕も実はそのソウンさんの、僕の持ってる後ろの絵もね、楽しい、そして楽っていう字で、僕はすごい気に入って、これを買わせてもらったんですけど。見せて、山崎さん、どこどうやって見るんだっけ。僕の後ろに映ってたやつです、さっき。今見えますか。これ。あったこれ。これね。そう。すごいんですよ。これ実は2階というか超高いところからものすごいスピードで素材を投げ込んで、ゼリー状にしたものを投げ込んだんですよ。すごい。いや、そうは思えない。いや、あれですよね。ソウンさんってアート面白くって、いろんな方法論にチャレンジするんですよね。そうなんですよ。もう、とにかく、自分がワオっていうか、例えばこういうのもそうだけど、こう、もう、突然やったことないことをやってみるみたいな。あ、これ吹き付けてやってるんですね、そうやって。あ、なんか振ってるんだ。振ってやってみたりとか、突然ここで足でバーンって、こういう、こういう、
でこっちに飛ぶのね。そう。こう、なんかいらんこと早くするわけ。やっちゃった。でもあれですよね、南面から出てくるエネルギーをぶつけてるんですよね、ある意味で。そう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 、もう手が、でも今顔も結構やばいことになってるかも。でもちょっとさっきね、ちょっとね、あのコメントで、はい、気になったのが、あの水玉の靴下履いてませんっていう。わあ、そうさ、もう完全に子供じゃないですか。靴下水玉、はい、靴下水玉でしょって今日。水玉ですね。なんか、まあいいかも。はい、あ、ちゃんなんか楽って分かるものもあるんですね。そうですね、まあいわゆる僕は書道家なので、こういう見える感じからこういう夢とかね。うん、いや、めっちゃやんちゃだよな、やっぱり。あ、すごい、いろんなところに書かれてるんだ。そうなんですよ。へえ。感謝とかね。まあ、一応もともと書道家だったんですよ、昔。一応書道が得意 です、ね。いや、もともと書道家じゃなくてめちゃくちゃ書道家ですよ。そうか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 。え、でも書道家からアーティストになるって違うじゃないですか、はい、やっぱり普通世の中一般の人たちは多分違うって考えるじゃないですか。あの、ありがたいことに僕の場合汚ねえな。僕の場合ありがたいことに発達障害、いわゆるこう ADHD っていうものを生まれ持ってくれたおかげで、昔はそれがほら、ただのダメよっていうか、怒られる要因だったわけ。うん、その、なんでそんなこと今するのとか、集中しなさいとか落ち着きなさいとか、いらんことするなってずっと言われ続けて大人になって、その、この、なんだ、ADHD がアーティストになった瞬間に、全部プラスに働くんですよ、アートが。いや、それその通り。うん。だから、その、多分俺の場合、なんか、発達障害って面白くて、ただ ADHD って言ってもいろんなパターンがあって、うん、俺の場合、発達症候群っていう一つの、その、いわゆる、が強い、ADHD が強いタイプなんですね。で、もう一つ、その、なんかね、学習障害みたいなところもあって、あと、境界性なんとかなんとか乖離症候群みたいなのが入ってるみたいで、その、要するに、ちっちゃい頃から何が分かんなかったかというと、国語と算数がなんで分かれてるかが分かんなかったり。へぇー。あと、なんで1次元目と2次元目を分けたか、その分けるっていうのが分かんないんですよ。人がその、例えば書道家とか、これ絵だとか、これはバナナって決める理由が分かんなかったんですよ。でもそれってグループすることも分かんないってことですか？人が分けるの分かんないってことは、グループもそうじゃないですか？分かるのと分かんないのが共存してて、もちろん1たす1は2っていうことを理解しないと次に行けないっていうし、それは分かるんです、うん、で、人と算数を分けた理由も分かるんですよ。大人が、あ、これ分かりやすく分けたセグメントだなっていうまでは分かる。でも、もう一人の自分が境界、なんでそこを分けられる哲学が生まれていて、なんだろう、例えば1たす1は2ってまず見た目から違うやんって入るじゃないですか。例えば、うん、1たす直線の塊で2は曲線なのに、まず見た目違うのに一緒って言い切れる理由が分かんないみたいなところがあって、よくイコールっていうことにできるよなみたいな子だったから、だから実は20年間書道家っぽいことをやってたけど、俺の中で全く書道家と思ったこともないし、今やってる自分がことやってることがアーティストっていう考えたことが1秒もないです。なるほど、そこを分けてないってことですよね。でも、なんか僕そこで一つ大きな疑問があって、ソウンさん最初からアーティストになるんだと分かるんですよ。だから、でも書ってある意味ルールあるじゃないですか。結構書くとこ決まってるし、ある意味でなんかこう、なんていうの、書く文字とかも決まってたりとか、仕事もなんかどちらかというと、まあ自己表現もありますけど、頼まれてやる仕事も結構あると思うんですね。だから書の方がルールはあると僕は思うんですけど、その書道家を20年間っていうのもある意味で、だから僕は面白いなと思っていて。確かに、最初からアーティストだったら美術でやってたんだったら分かる部分もあるんですけど、もともと理系で、いつも読んでる本は宇宙物理学系の本なんですよね、うん、俺の。でうちの父ちゃんは競輪の予想のプロなんですよ。競輪の予想のプロで、競輪って チャリンコの競輪、この競輪、競馬、競輪の競輪の専門チャンネルの解説者をやってる。マジで面白い。おじいちゃんはギャンブラー、その天才ギャンブラーで、競輪の世界で
長者番付に乗っ、あの、新聞を発行して長者番付まで乗ったんです、九州の。ある意味で、なんか確率論者というか、数学者みたいな感じなんですね。まあ、ギャンブルに強いというか、ビジネスで成功した、と、ギャンブル性だけど、ちゃんとそれを新聞にして、大きくした人。で、父ちゃんはどっちかというと解説者っていうエンターテインメントが得意。その、みんな、面白がらせる、その経理の魅力を伝える天才キャスター。で、母ちゃんがダンサーだったんですよ。エアロビクスとかジャズダンスの。で、エンターテイナーの両親で、が、ADHD の両親に育てられた、全力で褒められて育った、全校庭で育った ADHD 武田大地くんってガス大地って言うんだけど、それがたまたままあ、よくわかんないまま物理学が好きだから理科大に行って、でもやっぱりコンピューター面白そうっつって、情報科学行って、NTT 行ったけど、ストリート書道家で始めて、実はもともと起業家だったりとか、その、筆文字屋 .com から始めたりとか、もともとね、支離滅裂なんですよ。考えてないっていうか、これっていう定義があんまり意味がなくて、とにかくみんなを喜ばし、目の前の人をどんだけ喜ばして、俺がどんだけ喜んでるかっていうことだけに集中しようと思ってる感じかな。でも、2つ聞きたいことあって、そこで。1つは、世の中はでも絶対カテゴライズしようとするじゃないですか。書道家、武田双雲ってこういう存在だって言いたいし、ましてや書道なんて歴史もあってトラディショナルな世界だから、やっぱそういう、まあ言い方よくないけど、得体の知れない存在ってやっぱり弾こうとするじゃないですか。そういうのって どうだったんですか。あの、なんか俺よく口癖が、人類の皆さんって面白いですよねってよくインタビュー中に言っちゃうらしいんですけど言ってる言ってる人類ってこうするんだっていう風に見るから、別にそれに対して、なるほどみたいな。だから上司に一回胸ぐらつかまれて、会社が、お前なんか辞めてしまえって言われたときに、面白いっすねって言っちゃったんです、上司に。ぶち切れるでしょ、上司。余計ぶち切れてたけど。そりゃそうだ。こう、あ、そういうふうにカテゴライズするんだ。わ、人類面白いわーと思っちゃう。大好き人類みたいになっちゃうんですよ。なんかちょっとね、そこが変態っていうか、なんでかっていうと、両親が俺のことを全肯定で、その、面白い。第一は天才だ。何言っても、うーわーっていうリアクションだけで両親が今でも俺を見てるので、俺がそういうふうに人類を見ちゃうんですよ。でもそれ、本当に大事な話だなと思ってて、やっぱり子供ってやっぱり可能性の塊だし、枠はないんですよね。そもそも枠は僕らの社会が作ってたり、外からの知識や教養がこういうふうに教わった方が分かりやすいっていうので枠があるわけで、で、やっぱり、僕ら結局ちっちゃい頃から環境によってそういう枠を作られてるんですよね。まあ確かに環境によっては作られた方が整理整頓された社会にはなるし、でも一方で新しい可能性に、ミートザニューワールドに出会わなくなるリスクっていうかね、可能性は減りますからね、やっぱり。だから山崎さんたちがまだやってるマザーハウスってなんかすごいのが、そのバランスね、常識とあとアジアっていう混沌としたものでやるから、よりそのなんだろうな、混沌を何とかしてまとめようとしてるのがすごい美しくかっこよく。ああ、でもそれは分かってくれると嬉しいです。あとうちはなんかもう普通の、だから僕らは別に会社やりたくてやってるわけじゃないから、そういう意味で言うと。ね、ね、会社にとらわれてないですよね。そうそう、だって別にこれだって何も儲けないですからね。でも楽しいし、なんかこういう、だって全然ね、こういう発信してもいいじゃんっていう、なんか、だからやっぱりこう僕らの会社とリンクしてないように見えて、でもリンクしてることたくさんあるんですよ、この議論の中にも、話の中にも。そうですよね。いや、だから山崎さんと会った時には、この人ちょっと発達障害かなと思ったけどね。いや、でもね、僕小学校6年間ずっと特別席だったんですよ。僕ね、隣の子に話しかけちゃうんですよ。大好きめ。そう、もうね、楽しくなっちゃうんですよ、授業中で。おまけに僕もあれですから、量子力学ですからね、もともと今芸者やってますけど、バック屋さんですけど、もともとは量子力学やりたくて、大学は全部物理学科。僕東京理科大受かったんですよ、一応受かってるんですよ、物理学科。マジですか。そうですよ、そうですよ。 やべえ、それちょっと俺すごい山崎さんと仲いいのに、ちょっとまさかの量子力学仲間。そうそうそうですよ。だから僕本当はそうなんです。だからなんか言ってた宇宙の見えないなんか波動だったりとか、なんかやっぱりなんかこう、人は混沌としてるけど、実は根底に流れてるルールがあるんじゃないかとか、
そういうのにやっぱり絶対迫れるわけないのに、僕らこの世界にいる限りにおいて迫れるわけがないのに迫りたいって気持ちとかすごいわかるんですよ僕。なんとなくマザーハウスの不思議さが今ちょっと分かってきたぞ。うんうん、分かってきた分かってきた。なるほど。さっき言ってたね、カオスの中にあるなんかそれでもなんか僕らは導かれてるルールがあるんじゃないかとかもたまんないですね。いやそうなんですよね。その曖昧と選択とね、曖昧な世界の中でこの確定性原理っていう世界の中で何かを確定していく人類ね。で、うん、エントロピーは増大してどんどん無秩序に宇宙は向かっていくのに、その中で生命という秩序を作ろうとして社会という秩序を作ろうとする、このエントロピーは増大するはずなのに何とか秩序を保とうとするこの人類のバランス感覚がめちゃめちゃおもろいですよね。いやだから今回のコロナの件とかはやっぱそういう意味で言うとものすごいダイナミズムなんですよね僕らにとっては。今回のコロナをもうよく神様をすごいことやるなっていう、うん、アートですよあれ。アートコロナはね。まあ、なのに生き物なのかもわからないとか、ある意味プログラミングされた、なんかあの僕らプログラミングされた一つのわずかなミクロな個体にこうやってね人が振り回されていくっていう姿もある意味でなんか社会なんだなってすごく思うし、人類だなと思うんですよねやっぱりね。僕もですよね。戦争とかじゃなくてただステイホームっていうのがすごかったですね。家から出てくるっていうアイデアすごいですよね、うん、でもねやっぱりそれは人類がやっぱりね、100万年の人間の歴史があったりとか、ね、何千年って文明があっても結局はなんかそういうものが見えた時に僕らができることはステイホームだったっていうすごいプリミティブな話だと思うんですよね。すごい原理的で、うん、わかる。よってたかって人類の知能のエリート、世界中のエリートや専門家が集まっても結局何もわからないっていう。いや本当そうです。すごいですよね。 1,2 年休ませるってすごいですよね。いやソウンさんはでもなんかこう一歩でもなんかもう一回ちょっとこの話いくとマニアックな話どんどん行くだけで多分ね多くのなんか人たちを置いていくことになるんで、もう一回ちょっと表現に戻しますけど、なんか自分で表現してる時ってそういう内なるエネルギーみたいなの感じたりするもんなんですか。やっぱパワーみたいなものって感じます。やっぱりこう物理的に筆を持つとか絵の具を使うとやっぱこう電気が流れるんですよね。多分普段はだからこう電動率がゼロで、なんかこう書道道具とか筆とかその絵の具とかに触れた瞬間にこうブワーって電気が流れる感じがするから、でも流れるってことは上から来てるから、うん、だからやっぱりでもやっぱ俺はアーティストで表現するからなんていうかな、やっぱ出すからには、うんこみたいなもんだから、うん、めっちゃ貢献うんこがいいんですよ。その、社会、だって嫌なもんだ、臭いもん出しても、臭くてもいいんだけど、なんて言うんだろう。とにかくその人が幸せになってほしいっていう、思うわけ、やっぱり。その、少しでも、なんか、人生が楽しくなったり、楽になったり、してほしいっていう願いが、異常に出てくるんですよね。だから、そのためには、俺がまず苦しんでちゃいけないし、が人生をこの最高の地球で遊ばせてもらってありがとうございます、楽しいっすよ神様みたいなキャラでいる方がリアルなそのいい作品になると思っていて、だから作品書くときはもう無だけど書くまでのライフスタイルに超こだわってますね。そこ面白いなと思ったんですけど、そのライフスタイルにこだわるって前もちょっと聞いたことあるんですけど、どういうとここだわるんですか。ライフスタイルっていうのは多分みんなが思う湘南スタイルとかカリフォルニアスタイル、そういうんじゃなくて、まあたまたま湘南とカリフォルニアに住んでるんだけど、それはたまたまで別に おしゃれとかじゃなくて、おしゃれなライフデザインとかじゃなくて、俺の場合はもっとミクロっていうか、モーメント、短い時間に、その、限られて、例えば、シャンプーのそのボトルのこの、プシュってする瞬間にどれだけいい心で、このプシュに感動してるかみたいな、とか、こう、歯ブラシがあって、じゃあ、歯ブラシを持った時に歯ブラシの波動とどれだけ共鳴してるかとか、こう、歯磨き粉みたいな、歯と歯の間の思考が今、このブラシによって今分子の、こう今ブラウン運動が起きてんじゃねっていう、なんかそういう、こう、ごめんなさい、みんなついてこれ、もう多分皆さんついてこれてないかもしれないですけど。でもね、めちゃくちゃわかるけど、僕は。この瞬間の
その豊かさみたいなのに気づいて感謝感動をしながら、うーわすげー歯磨きとか、今起きてること全部神羅万象をどれだけうわーおうわーおって言えるかっていうことにめちゃめちゃこだわるんですよ。でもなんかめちゃくちゃわかる。なんかね、それでもね、なんだろう、物理と哲学みたいなところとね、なんかね、やっぱいろんなものが重なってると思うな本当にあの山崎さん今多分これ YouTube じゃ無理だと思ったでしょいやいや、あでもね、みんな面白いって言ってくれてるよあのめっちゃ楽しいですとか、すごいずっといっぱいコメントくださってて、皆さん今両親の話から感動して、感動していますって、これどこに感動してくれてるのかがあるけど、でもなんか今を生きるヨガの境地とか、でもそうなんですよね。多分僕らって日頃思考停止に陥ってるだけで、多分本当になんか受け取ろうと思ったら、多分いろんな粒子の動きとか光とか時間とか、なんかいろんなものを感じる力があるはずなんですよね本当は。俺あの中学校の時に小中野球部だったんですよ。あ、そうなんですね。で、左ピッチャーだったんですよ。あの身長が185ぐらいなんだけど、ちっちゃい頃から異常にでかくて、で運動神経がある程度今だからめちゃめちゃ期待されるんですけど、ヘボピッチャーだったから、まあ、絶望に変わっていく中で、そんな中で吉本学くんっていうキャッチャーがいて、そいつが俺のキャッチャーする時だけめちゃめちゃいい音で撮ってくれるんですよ。でいいボールだわーって返してくれるわけ、その学ぶが。でその時だけめちゃめちゃ俺いいボール投げるんです本当に。で俺これって、まあ細胞もそうだけど、こう光子とか電子とかを受け取って、レセプターっていうのが細胞には全部あって、レセプターでバンバン受け取って、まあホルモン、あのドーパミンとかアドレナリンとかセロトニンとかオキシトンとか、いろんな自律神経を使ってこう感受性で受け取ってから、こう電気信号が起きてるわけ、僕らの心っていうのはね、うん、投げる方も大事だけど受け取る方がすげえ重要なんですよ、受け取り方で。もし俺とこれ YouTube 見てるみんなが神様だとしたら、じゃあこれすげえ神様が発明した恵みがあって、ちょっとね、神様会議でできました、これがこれから人類に渡せる恵みですってなって、じゃあこれを人類の誰にあげようかなっていう会議だとするじゃないですか、この神様の宝物をね、うん、その時に誰にこれ投げるかっつったら、やっぱこう、わーお、わーお、これの意味が分かって、かつ深く受け取り方をして、それをみんなすごくない、これってって受け渡しする、この良さを伝える人間に投げたくなるわけ、これは。そうね、うん、結局神様の立場に立てば、喜んで受け取って感謝していろんな人に伝える人にあげたい。だからナイスキャッチ野郎に、ナイスキャッチ野郎に俺がなれば、だから俺みたいにこう毎日こうハッピーとかラッキーが次々というような人間になるって思ってたら本当になっちゃって、あの周りが毎日身内とか、うちの両親とか兄弟とか、うちのスタッフとか、うちの妻とかが驚くほどラッキーが起こるんですよ、これ。あ、でもそれは本当そうね。だからなんかあんまり人に言えないんですけど、本当になんて言うだろう、幸せなことしか起きない野郎になっちゃったんですよ。いやでもそれは、いや本当に今ね大事なことだと思うんですよ、やっぱり。あのやっぱりね、そう本当にこうなんていうのかな、気分をちゃんと持ってる人、そういう気を持ってる人のところにも来るし、なると循環が生まれるしっていう、まさにそういうことですよね。でも宗雲さん、おだてられると木に登るタイプだったんですね、要するに最初は。あ、もう豚です、単なる、ええ、ただの豚です。いやでもいいお父さんお母さん思ったよね、あとね。いや本当、なんであんなこと俺のこと大絶賛するんだ今でも。いや生まれた時そうみたいですよ、なんかおぎゃーから違ったもんで、あのこの世に出た瞬間からもう泣き方が天才とか言ってたんですよ。いやおぎゃーから違ったってもう最高の褒め上手すぎますねそれ。もうこんな受け取り方したら俺もめちゃめちゃいい球投げるじゃないですか。そうそうそう、やっぱおぎゃーからあの違ったって言われると、多分もう生きててよかったって、生まれてよかったって思えるね。だからあと俺がほら社会に出て別に成績が一番も取ったことないし、うん、別に優勝もしたこともないっていうか、何の成績も残してないのに、そんなことはどうでもいいです、親はもう天才だと思ってるから、別に人と比べられるレベルではない。確かに。いやでも
すごい重要ですよ。結局なんかさっきの話もつながるけど、ね、分けられないから比べられることもないし、なんか生まれてきて、ね、全力で褒めてくるお父さんお母さんがいてって大事だと思うな。やっぱりなんか人は比較してなんかね喜びを感じるものじゃないから。そう、なんか山崎さんと会った時に初めて取材で、なんだっけフォーブスじゃなくて、あの時はハフポストですね。僕ポストでいらっしゃった、うちのアトリエ来た時になんて優しい波動なんだと思った時に、優しいっていうか、優しい、みんな優しいんだけど、なんて言うんだろうな、競争しない人だなと思った、まず。勝ち取るタイプでもなければ、人と比較しない人だなと思った。いや、でもね、なんだろう、今の世の中って、そうなるためにはすごい苦しんでる人いっぱいいると思うな、でも。比較で、劣等感で。やっぱり、なんか比較ばかりされる社会じゃないですか。間違いない。で、ソウウンさんが発してるメッセージって そこと真逆にあるっていうか、いい意味でね、あるから、僕はやっぱりすごい、いや、でもね、これソウウンさんのアトリエ行った時にね、めちゃくちゃ幸せな空気感流れてるんですよ、これ。それに一番僕衝撃受けたんですよ、最初に。結構、あれだね、山崎さんってあれだね、結構、敏感体質ですね。あ、そうそう、僕ね、結構ね、敏感なんですよ、そういうの。で、びっくりしたのは、流れてる空気がやばかったんですよ、ソウウンさんの。スピリチュアルだわ、それは。でね、結構これね、見てる人もね、ソウンさんこう言ってますけど、本当にそうなんですよ。だから多分これソウンさんがずっと振りまき続けてきたものが溜まってくんですよ。で、こんなのってなんかある意味でなんか超常現象的で信じられないみたいな人も多分たくさんいると思うんだけど、やっぱりね、感じるんですよ、それを。いや、山崎さん、そんな結構じゃあ敏感体質だときついっすね。いやいや、僕ね、結構ね、会った瞬間に分かったりするものもあるんで。例えばじゃあ俺ってほら、逆にそういうの全部自分で照らしちゃうタイプだから、どんな社風の悪い会社に行っても俺が照らしちゃうんですよ。要するにこう波動が悪いとかいいとか関係なく俺がそのチューニングやっちゃうから、なんか天然波動チューニング野郎だから俺は見えないんですよ、逆に言うと。で、山崎さんにこう受けちゃうタイプってどうやって、例えばこいつ、うわ、こいつ波動悪いわとか、この場所にいたらやべえわっていう時どうするんですか、山崎さんって。いや、でも一回全部聞いてあげたくなっちゃいますね、やっぱりね。仏だ、仏。いや、でもね、そう。でもやっぱりね、基本的には僕もだからずっと引き受け続けちゃうタイプなんで。やべえ。でね、経営者って基本的に、まあ、あれなんですよ。そういう経営者のもとに来る話って合理的な話って一個もないですよ。要するに合理的な話っていうのは、うちもある程度こうチーフマネージャー陣いるから解決できるんですね。すごくなんかもう人生に悩んでるやばい話とか、あと僕のなんか友人の経営者とかもなんかすごい家族で揉めてこうなってっていうような話が来るんで、やっぱりね、そういうのをひたすら聞きますね、やっぱり。やった、仏の修行ですね、これ、悟りへの。でもまあそういうとこありますけど、なんか僕は、でもなんかありがたかったのは、やっぱ僕はすごい涙とか、これさっきね、書いてくれてた人もいたんですけど、コメントに。僕今グッドラックって番組、明日の朝もあるんですけど、ほとんど毎週泣いてるんですよ、僕、生放送で全国ので、泣いちゃうんですよ、僕すぐ。これ悲しいかな、もう涙の安売りだと思われるぐらい泣いちゃうんで。だからでも泣ける人間でよかったなと思います。涙ってやっぱりある意味でそれ全部流してくれるじゃないですか。いや、ほんといいわ、いいわ。泣くってやるだからね。そう、なんかやっぱりね、ソウンさん見ててもそうだけど、今の日本人一番足りないのって感情を爆発させて出す瞬間なんですよ。これ出すってやっぱ良くて、マイナスをやっぱり出し切ることできるし、プラスを振りまいてプラスを集めることができるしって意味で言うと、やっぱり泣くっていう字がすごい好きなのが、ちょっといいですか。あ、ぜひぜひちょっと教えて。泣くっていう字ね、うん、僕よくにも昔泣くっていう作品よく書いてたんですけど、多分書いたら分かるんですけど、泣くっていう字見ると分かるんですけど、山水、スマホ持ちながら難しいけど、スマホの画面を見ながら書くって超難しいな。泣くって
泣いた涙を流した後に立つんですよね。なるほど。ちゃんと本当の意味で自立するためには感情しっかりとぶつけて吐き出して、すごい、なんで立つっていう字入れたんだろうね、涙の泣くっていうのに。でも確かにそうですね、言われてみると普通泣くって座って泣いたりするけど、その後のことを示してるんですね。これ俺はそう捉えたんですよ。だからこれは立つために泣いた方がいいっていうか、ね、俺たち泣くなっていう風に育てられた世代、昭和はね、泣いたら男じゃねえみたいな、なんか泣くな男だろみたいな、どんどん泣いた方がいいと思いますけどね。確かに。あ、でも漢字って素敵っすね。すごいですよ漢字。こんなに泣いてきたのに今初めて確かに言われてみて、泣くのことをちゃんと考えてなかったなと思いました、漢字を。山崎さんはもし泣いてなかったら多分もう潰れてますよ。いやいや、そうだと思う。それはもう 100% 言えるね、うん、ほんとそう思う、うん、だからやっぱ素直にそこは感情で泣くおかげで、あの浄化され、まさに浄化だよねそこは。いや、でも人間の感情って素晴らしくて、やっぱりなんかコミュニケーションと感情ってやっぱ裏表だし、人間を泣けるようにまさに設計したというか、泣けるとか感情を出すように設計したからこそコミュニケーションが発達したんだと思うんですよね、逆に。なるほど。やっぱでもね、そうやって感情を素直に出されると人は信頼しますからね、逆に。あ、この人は本当なんだなっていう、うん、嘘じゃないんだなっていうのは分かるし。でも多分ソウンさんもそうだと思うけど、ソウンさんはやっぱりね、笑顔の人だし、ね、その明るいエネルギーの人じゃないですか。でやっぱりなんかなっちゃうんですよ、そうやって。多分ソウンさんもきっとじゃないですか。俺も親父もそうだけど、もうね、あの5秒で泣いちゃうんですよ人の。あのニュースとか見ちゃうともうね、悲しくてな、バーッと。俺もだから山崎さんと実は同じ。ソウンさんもよく泣くんだやっぱり。もうすぐ感動したり、あと悲しいニュースとか見れないです。だからもう子供の例えば虐待のニュース聞いた瞬間にもう涙が出ちゃって、もう嗚咽しちゃう、うん、あーでもめちゃわかる。耐えられないんですよ。いや、だからニュース見ないようにしてるんだけど、すごいわかる。なんか全国放送で、生放送でね、僕もう絶対泣かないって思ってたんですよ、恥ずかしいし。全国放送に生、ね、涙を流すってちょっとやっぱかっこ悪いじゃないですか、いくらなんでもね。でもね、もうね、今半年ぐらい経つんですけど、毎週出てて、もう今ね 60% ぐらいの確率で泣いてますよ僕俺ほらちょうど出ようかどうか、俺にお、そうそう、ちょうど一緒にドライブした時にどうしようかって、でも受けようかなみたいな話だったから、受けちゃったら泣いちゃってんだそうなんですよ。でもう本当にね、なんかもう最近テレビの制作側がね、それを狙ってね、もうあのもう泣けるコンテンツを必ず最後の方に入れてきてね、僕をカメラでアップするようになってしまい、もうそれが悔しくてしょうがないですよ僕は。おもろい。もう悔しいから今回泣かないと思ってんだけど、やっぱり泣いちゃうっていう。行っちゃうんだ。そう。でもね、皆さん泣いた方がいいですよ本当に。笑った方がいいし、泣いた方がいいし、やっぱりね、笑いの数と涙の数が人生の豊かさだと僕は思う最近。いや、なかなかそんな経営者いねえよ。山崎さんの元で働くとおもろいだろうな、やっぱ。いや、もう会社でもみんなやっぱ泣くかどうかね、みんな今回泣くねみたいなこと言ってますからね、かけてますよみんな。そのだって要するに自分のことで泣いてんじゃないんだもんね。あ、そうそう、そういうのは泣かないですね。自分のことじゃあんま泣かないですね。人のことで泣いちゃうんだもんね。はい。あ、でももう10分前なんだ。で、ちょっとそろそろ皆さんから質問をなんかお受けしたいなと思うので、あのぜひちょっとね、たくさんコメントをずっといただいてきたんですけど、なんかもう作品の話もたくさん聞かせてもらったし、いつもはだいたいそのやっぱりもうずっと何時間もそこにこもって書いてる感じですか？あ、ソウンさん、村だからバーって集中すると4、5時間が限界かな。あ、でもやっぱ4、5時間集中してるんですね。気づくと4、5時間経っててもうぐったりしてる時もあるし、まあほんとちょこちょこ来て、夜中にパッと来て、まあほんと1、まあでもやり始めると1回止めるのが難しいから、やっぱ1時間以上はしちゃいますね。いやね、僕なソウンさんのアトリエ行ったことあるんですけど、これやばいのはソウンさんね、すさまじい勢いで作品をね、やっぱりね、すごいレベルの作品を作っていくんですよ。もうね、もうね普通アーティストとかクリエイターってなんか枯渇とか言うじゃないですかよく枯渇しないよねっていう。もうこういうのね、もう見ちゃったらもうすぐやりたくなっちゃうわけ、こうやって。もう
突然なんかもう興奮しちゃうわけ。来るなーっつって。ほら、ほら出た、生まれたっていうね。こっからこうバーってやってしこういうなんかやっぱ衝動多動性症候群だから、この衝動性をいかにプラスに変えるかと。でこういう時にこう闇の力が出ないんですよ。俺もともと闇があんまなんかないらしく、どんどんこう無邪気になっていく感じがね、いいんです。だから、まあ、闇が悪いって言ってるわけじゃなくて、俺は多分なんかどうやって暴れても用が出てくるみたいで、なるほど、ね、子供みたいに用が出てくるから、俺はふざけた方がいい。でもあれですよね、なんかやっぱ一方で、まあ当然の話なのかもしれないですけど、やっぱりバランスとかが美しいんですよね。だからなんていうのかな、本当カオスの中にルールがあるっていうのが、やっぱ僕ソンウンさんのこのポジティブだけどでもカオスででも整理されてるっていうのがソンウンさんの表現の特徴だなと思うんですけどね。山崎さん、俺のアート評論家になってくんねえかな。そこのツッコミかい。武田ソンウンの書を解説させたらナンバーワンみたいな。いやでも本当にそう思うんですよね。だからいや山崎感受性が強すぎてね、やっぱこうアートやってる側からするともうナイスキャッチ野郎だからさ、山崎さんが。もう山崎さんのために作品書きたくなるもんね。ありがとうございます。いやでもね、本当に普通こんなになんか爆発させちゃうと、なんかエネルギーって均等にはいかないから普通は崩壊するはずだと思うんですけど、とってもバランスしてんすよね。うわー、山崎さん、よーその俺の本質を見抜いたな。いやすごいと思ってて、その調和力、調和のね、バラ、あの崩壊、エネルギーを保つ、うん、そので結局まあ簡単な話すると、調和するとずっとエネルギーってサステナビリティになるじゃないですか、はい、その、うん、永続エネルギーって調和だから、いかにノイズをゼロに近づくかで、自分と自分の関係性が調和が取れてるかどうかなんですよ。なるほどね。自分をその出てくるいろんな感情に対してどれだけ共鳴してるかっていうか、聞き上手っていうか、自分の心に聞き上手かみたいなところがあって、だから自分との関係がすごく調和が取れてれば、なんかエネルギーって破綻しないんですよね。でもこれ難しいよね。だってすごい高いレベルで調和してると、何かの拍子でクッと崩れた瞬間にバランス崩れちゃうわけじゃないですか。あ、でも本当すごい話、今すげえ話をしてるんですよ、山崎さんは。いや、すごい話です。これはね、心を整える技術っていう中において、今かなり高度な話で、いかにバランスが崩れやすいかっていう中で、そのギリギリ調和を保っていくバランス感覚だから、これは鍛えるしかないですね、日々。やっぱりそれは、やっぱり作品を作っていく、いわゆるそのアーティストである書道家の武田双雲というところもずっと積み上げてきたところなんですか、やっぱり1年目から。そうですね、やっぱり日常生活と仕事場、例えば大勢の前で話す、知らない、例えば海外でヨーロッパで個展をする、喋る、ワークショップするって、全く知らない世界に飛び込んだ時から、まあ日常の書道教室まで、すべての場面において心を整える練習をしてるんですね。で、それは聞くから、もちろん失敗を繰り返しですよ。もちろん僕だって人間だから全然下手くそだったんですけど、まあこの45歳にもうすぐなるんだけど、まあ日に日にちょっとずつちょっとずつ、成長してるのかなっていう気はします。でもそれが調和を取れ続けた状態で上がってくると、もうそもそも調和、高い調和だけどエネルギーレベルが高い作品がこうやって内から出てくるってことですよね、要するに。そうですね、本当エネルギーの振幅も高くて、かつノイズが少ない状態っていうことですね。だから俺のそのさっき山崎さんが跳ね返ってこないっていう話もすごい実は大きくて、僕は全部研究テーマなのが、なんで成功者はみんな闇に落ちていくのかっていうの、結構面白いんですよ、僕の中では。あ、これすごい深いな、成功者闇に落ちていくのか。うわー、なんかその言葉が深い。僕の本でも虚しさの正体って本もあるぐらい、なんで俺がこう見てきた、いわゆるサクセスを手に入れれば手に入れるほど闇が大きくなるのかっていうのが、やっぱり簡単なとすると、ノイズがあるままエネルギーを拡大してるから、ノイズもサクセスっていうか、社会的な承認とか権力もとか金銭的なものも大きくなると、ノイズも含むだけなんですよね。そのちっちゃなあったノイズがただ目立ってきて、
大変なことが起きる。で、耐えられなくて破裂するって、まさに山崎さんがさっき、なんでエネルギーが破綻しないのかみたいな話と一緒で、サクセスっていうのは要するにパワーを増幅させてるだけだから、うん、パワーを増幅させるのことはいいことなんだけど、社会貢献力も できるし、あの人の愛情も受け取る器もでかくなる分、ノイズも受けやすくなるわけ。だから誹謗中傷も受けやすくなるし、転落した時の落差も大きいわけだから、で俺のツイッターで検索してもらえばよけど、俺ほぼ誹謗中傷がないんですよ、この10年ぐらい。ほぼ俺のアンチコメントゼロなんですね。うん、まあ、ゼロあるのかもしれないけど、でもエゴさせても、うん、だって総運さんやっぱり突き抜けましたよね、やっぱりね。そういう意味では突き抜け続けてるというか、本当にやっぱりなんかね、本当に言ってるからですよね、高いレベルで。それはね、伝わってると思うな。やっぱり伸び続けるっていう作業をストイックにやってるからだと思います。うん、まあ人間だから、俺も下手くそなんだけど、ちょっとずつ本当上手くなってる気はしてます。すごい。いやめっちゃ深いな、面白いな。ちょっと皆さん質問ありますかね、なんかあのぜひ質問を。あ、なんかあのせっかくなんで、過去にあったちょっと前に出てた質問を拾って、質問をいくつかだけちょっとぶつけて終えていきたいなと思うんですけど、なんか嫌だと思うこと、人にも自分にもしなくて生きていきたいんですけど、まあやっぱり世の中生きてると絶対嫌だと思うことってあるじゃないですか。でなんか多分その総運さんのように、こうどうしてもエネルギーを持ってね、一貫できない人たちもいると思うんですよ。いや、もちろんできないです、僕だって。その時の秘訣というか、教えてくださいっていう。うん、いろいろいっぱい秘訣あって、その例えば分かりやすい秘訣を教えると、人間って実は二重三重ネガティブっていうのをやってるんですよ。で、どういうことかっていうと、例えば嫌なことが起きました。で、そいつに怒りました。例えば A っていう人物が、ちょっと攻撃的な、そのことを言ってきたりとか、子供と結果、なんか反抗してきたとか、夫が、にイラッとしたりとか、まあ、自分のネガティブが起きました。で、自分が不満を抱えてしまいました。で、その不満に対しても、否定しちゃうんですよ。その、自分のネガティブを否定、ネガティブに捉えちゃうと、ネガネガになっちゃうんですね。なるほどね。で、自分が今怒っちゃった、落ち込んじゃったっていうことを、またそれは良くないって言っちゃうと、さらにパワーが落ちるんで、そのパワーにまたネガ、それがまたネガにっていう、うんうん、ほとんどの人がね、実は世の中って、30ネガティブなんですよ。なるほどな。40、50になったらもう鬱状態っていうか、やばい状態になるんですけど、その、まず20になる前に、自分が怒ってしまったり、人を責めてしまったり、人間不信になってしまったり、不安に陥ったりした時に、それをいかに受け入れるかなんですよ、まず。でもその時って、いいってことですね。エネルギーいるじゃないですか、やっぱり。何かこうつながってる負の感情を断ち切るとか、まあ断ち切るというよりも、今僕も同じ気持ちで総運さん言ったように、受け入れるってことだと思うんですけど、ありのままを。結構受け止めしてね、消えていくんですよ。ちょうど粒子と同じで、こすってこう波が打ち消し合っていくので、反発するとでかくなっちゃうんで、だからやっぱり悲しい感情の時に泣く。で、泣いていいよ、悲しいの人間だもんって言ったときは、もうそれで完結してるので。だから、怒ってるのを消そうと思うほど怒りは増幅するので。なるほどね。例えば、怒ったときに怒っていいよ、もっと怒ってよ、もっと怒ろうよって言ったら、なかなか怒れないみたいな。だから、出していいよってことですよね。勉強だけはしちゃいけないよ、楽しすぎる。勉強だけはしちゃいけないよって言ったらしたくなるみたいな。なんか人間ってしろって言われたらしたくなくなるし、でも確かに泣いていいよとかは大事ですよね。だと怒っていいよっていうのも大事だしね。大事だと怒っていいし、まあ人間だからそういう時あるけど、それをあんまりこうね、これが人間だなら、人間ってなんてひどいに、ね、俺ってなんてひどい人間だって思っちゃうと、よりそれが増幅しちゃうので、うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ次の質問、なんかお友達がなんか子供に学習障害があってなんか悩んでいるらしくて、その、まあ、多分総運さんとかも、まあね、先ほど発達障害の話がありましたけど、なんかやっぱりいろんな環境の子供たちいるじゃないですか。苦しい環境だったりとか、その苦しい環境にいる子供の周りにいる親御さん苦しんだりする時ってあると思うんですけど、何かその人にメッセージありますかって、極めてなんかすごくなんかこう、ね、重いというか深い話
話なんですけど、どうですか？はい、すげえ不謹慎に言うと、おめでとうございますなんですよ、学習障害の子は。天才なんですね。で、とか、発達障害とか、アイスペルガーとか、まあ、サイコパスの子なんだけど、基本的に人間ってエネルギー保存の法則って言って、基本的に人間ってエネルギー一緒なんですよ。エネルギーは、まあ、細胞70兆個のエネルギーって決まってて、人間にそんなに差はないんですよ。ただ、形に差があるだけ。デコとボコが、激しい人を発達障害って言うんだけど、絶対ボコだと思ってるのは実はデコだったりするんで、圧倒的な学習障害って何か、とんでもない何かをね、持ってるはずなんですよ。異常な察知能力とか、なんか、例えば漢字は、ま、全然覚えられないけど、なんかあることだけは異常に覚えられるとか。ますよね。で、実際が、昔は、コンピューターがない時代は、とにかく行けっつって、なんだろう、足が速いやつの勝ちとか、努力したやつの勝ちだったのが、AI とか量子コンピューターとか、まあ、これから 5G、5G になった時に、もうそういうのってコンピューターができちゃうんで。いや、ほんとそう。デコボコが激しいやつの勝ちなんですよ、これから。うん。だから発達障害の皆さん、おめでとうございますっていうのが正解です。でもなんかそういう人たちのやっぱりこうちゃんと見つけてあげられる社会的なプラットフォームは本当僕必要だと思いますよね。この立場真面目な方で言うとやっぱ本当そうなっちゃうんですよ。違うんですよ。いや本当その通りで、なんかね、やっぱりそう、僕なんかやっぱ個性ある人たち大好きだから。でもなんか経営者なんてほとんどアスペルガーですからね、みんな。基本的に ADHD かアスペルですね。アスペルですね。そう、はい、多いですよね。だからでもやっぱそういうことを見つけてあげないとやっぱなんかいけないなっていうのは本当思いますね、うん。まあ、これコロナによってちょっと、うん、もう個性の時代って言われ続けてきたから、これからもうちょっとなっていくと思いますよ。世界はそのいわゆる発達障害って言われてる人たちの価値が、お母さんたちもやっと分かっていくんじゃないかな、うんうん。あとオンライン教育とかはね、その可能性の一つなんですけどね。そう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 。だから1人の先生がその30人の子どもたちを評価するとかやっぱ難しいと思いますよ、やっぱり普通に考えて。いいですよね。そう、社会全体で子どもたちを評価してあげるって、評価っていうのも良くないですね。見つけてあげるようにしていかないといけないから、もっと解放された世界になっていかなきゃいけないなと思いますけどね、やっぱりね。うちのね、生徒さんで結構発達障害多かったんですよ、子どもたちも。で、1人お母さんが悩んで入れてきたの、うちに。で、うちの子がちょっとかなりひどい社会不適合者でっていうか、どうしたんですかって言ったら、コミュニケーションほとんど取れない子だったんですよ。で、うん、何が好きなのって聞いたら最初は言ってくれなくて、実はこそっと出したのが領収書の束だったんですね。で、ブックを何十冊、その、あらゆる領収書を集めてて、で、領収書見るだけでそのスーパーの店長の性格とかわかるんですって。どういう、だからマーケッターになっちゃうんですよ。だからそういう意味だと、領収書を誰よりも見抜いてるから、領収書を見るだけでいろんな店の空気感までわかるんだって。まあ、天才じゃないですか。だからそういうことを言ったら、そのお母さんが突然、天才なんですかってなって、いや、そんなことないですよから5年ぐらい通ったら、もう今は、もううちの子が、みたいな、なんか、先生で全部変わっちゃいました、みたいな。それはあなた、俺が変えたんじゃなくて、お母さんの見方が変わっただけだから。顔がね、どんどん明るくなってね。だから、ちょっと、その天才だと思う目線で見ると本当にそう見えてきますから。いやでも素敵だな、やっぱり。いや本当に、ね、だからポジティブな目でちゃんと見るって、世界を見るって超重要ですよね。うん、すごい、ありがとうございます。ということで、そろそろお時間もね、もうあっという間の1時間だったんですけど、ソフンさん、いやめっちゃ楽しかったというか、いやこうね、やっぱりそれも僕やっぱソフンさんすごいのは、言葉とやっぱりなんかね、そこに見えるものがあるっていう、だから僕の後ろにこうやってあるっていうのがすごいんですよ、やっぱり。ここに生まれたソウンさんの分身みたいなものがあって、やっぱ人をなんかね、こうやっぱエネルギーをね、やっぱりこうね渡してるのですごいなと思うんですけど、この表現とね、やっぱ言葉のレベルがすごい高次でなんかね、レベルが取れてるっていうのは本当に改めてすごいなと僕思いました。なんか俺本当その作品を、山崎さんがこれ、いろんな作品を多分100点ぐらい見たかな、100点ぐらい見た中で山崎さんがそれをコレクションしてくれた瞬間未だに覚えてて、なんか超可愛くて、俺、あ、山崎さんこれなんだって言ったら、なんか俺暗くてごめんなさいって言ったんですよ。これね、あらゆる明るい作品がある中で結構暗めの作品だった
っていうのがあって、いや俺それがめっちゃ可愛くて、なんだろう、あの時瞬間にこうもうなんかキュンキューンって折れちゃったんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後ソーンさん、すいません、なんか恥ずかしいな。ソーンさん最後あの一言、今後のソーンさん、どう何をもってどういう風な未来を今描いてるかっていう、教えてもらっていいですか。はい、あのちょうど今ね、山崎さんとも相談しようと思う、あの後でちょっと個人的に電話したいんだけどちょうど人生の今また大きな変わり目がこの2日くらいで起きてて、あのコロナによってめちゃめちゃのんびりさせてもらって、家族と毎日散歩して、子供たちと、まあ、3人子供いるんだけど、うん、もうとにかく家族仲良くて、なんて幸せだろうね、このまま続けばいいねなんつってこうのんびり過ごしてたんだけど、やっぱエネルギーがそのうちにあんまり外に向かなくなっていったんですよ。その のんびりおじいちゃんみたいな、老後のほのぼのおじいちゃんみたいになってたんだけど、でこのまま行くのかな、でもこのままで45だしな、まだなんかちょっと、チャレンジしたいなと思ってた時に、まあ面白い話が今来てて、でそれで今度ちょっとのんびりおじいちゃんからいきなり激しいダンシング騒雲みたいな、なんか結構暴れるぞ騒雲みたいに今なちょうどなってます、昨日ぐらい。で世界中でとにかくもう若い頃ってやっぱほら、山崎さんも多分若い頃あったらもっととんがってたと思うんだけど、俺が世界変えるぐらいの感じだったんですよ20代は。まあ俺しかいねえっつって、いろんな会う人に駆け出そうんです、まあ俺が世界変えるんで任せてくださいみたいな、タクシーの運転手とかエレベーターで会ったおじいちゃんおばちゃんに言ってたんですよ。でそんな生意気な俺がどんどんおとなしくなってることに気づいて、やっぱ20代30代40代武田総運になっちゃってるから、どっかでこうチャレンジを恐れてたり保守的になってる自分に気づいちゃって、ちょっと今久々にちょっと生意気な武田総運を出して一回暴れようかなっていうのが、おめっちゃ楽しみっすね。はい、ちょっと攻めに転じようかと。いやでもね、気持ち分かるな。なんか僕この前自分のね卒論読んだんですよ、22歳の時のもうねめちゃくちゃエネルギッシュでもう尖りまくってていやもうで自分の中だと今でも尖ってるつもりだったんだけど、もう日にならないですよ尖り方が。何の卒論なんですか。だから大学の卒論ですよ。あのね、書いたのはなんかグローバリゼーションにおける経済人の可能性っていうので、なんかあの僕も経済社会全部変えてやろうっていう卒論書いてたんですよ、百何十枚の。それ一応賞、あの大学の賞ももらって卒業したんですけど、これ超見たい。いやもうやばいですよ、なんかねもう尖りまくってる、なんか人々の手に経済を返すんだみたいなことさえ書いてあるんですけど本当いやでもね、もう一回いやなんか申し訳ないなと思ったんです、あの時の自分に。今いろんなことを知りすぎてダメだなと。だからね、今ソウンさんおっしゃってたことも分かりますよ本当。あ、もう一回ちょっと、じゃあ俺たちもうおっさんになったけど、もう一回取り戻しますか若さを。でもおっさんの尖りはちょっとやばいかもしれないけどねうざい。あの若いから可愛いけどっていうはい、すみません、ありがとうございます、ソーンさん。はい、ありがとうございました。たくさんの人が見に来てくれて、はい、でもね本当なんか皆さんもすごくポジティブなメッセージをたくさん書いてくれて、はい、よかったです。これってアーカイブ見れるんですか。アーカイブ見れますよ。あ、よかったよかった、じゃあまた、はい、ください。はい、ぜひ。じゃあちょっとあのまたその話も含めて聞かせてください。またご一緒してください。それで、はい、ソウンさんありがとうございます。ありがとうございました。皆さんコメントくださってありがとうございます。見れなくてすいません。はい、またありがとうございます。うん、あ、ちょっと固まっちゃったので一回立ち上げ直しますね。はい、ということで、はい、ということでね、武田総運さんでしたけれども、本当たくさんのコメントありがとうございます。ずっと実はここで見ててですね、はい、1時間あっという間でしたね。でも僕はやっぱりすごくまず武田総運さんの本当家というかアトリエ行った時にですね、思ったことは、あ、やっぱり本当に人々の気持ちとかエネルギーってその場だったりとか周りにいる人たちに移っていくんだなと思った。で、ソウンさんいろんな本にも書かれてますけど、やっぱりなんか自分でコントロールできるのって本当に気持ちなんですよね。で、今この環境下にいてすごく苦労されてる方もたくさん多分いらっしゃるし、もちろん世界は不安とかで支配されてる部分ってあると思うんですけれども、こんな時だからこそやっぱりこう自分の気持ちだけはしっかりねコントロールして、なんか明るい気持ちを持ってほしいなというふうに思います。
で、そういうのの助けになってくれるのが僕はまさにアートなんじゃないかなと思っていて、このソウさんの音が後ろにありますけれども、なんかこれも楽楽しいっていう字なんですけれども、なんかいつも僕はなんかこういうのを見た時にですね、あ、そうだよなと、今自分はなんかこう負のエネルギーにね支配されてるなって思う瞬間って実はたくさんあるんですね。だからこんな僕でもやっぱそうなんですけれども、その時にやっぱ気づかせてくるアートの力ってやっぱ素晴らしいな。だからもちろんソウさんの書とかね、アートっていうのもそうですし、まあ、それだけじゃなくってですね、世の中には感情が豊かなアートたくさんありますんでね、ぜひご覧いただけたらと思います。そしてですね、日本人は本当に僕はもっと喜怒哀楽をね表に出して素直に生きてほしいなと思います。喜怒哀楽っていうのは人間が持っている一番素晴らしいものだと僕は思うので、ぜひね大切にして、いただきたいなというふうに思っています。ということで、今日お話をしてきましたけれども、木曜生カレッジ、次回以降も素晴らしいゲストの方がね登場してきます。次回の木曜生カレッジはですね、こちらです。また全然話が変わります。6月4日20時、来週ですね、コロナで転職市場はどう変わるということで、松尾さん、キャリアコンサルタントのですね、松尾さんをお呼びするんですけれども、松尾さん、本当にこの方も人に寄り添ったキャリアエージェントの方で、トップキャリアエージェントもずっと続けられてきた方です。で、とってもですね、その人が大切にしなきゃいけない思いとかそういうのに寄り添ってですね、転職先を探されてきた方で、本当に素晴らしい方なので、今やっぱコロナで人の、ね、在り方とか、働き方も変わっていく中で、どういうふうにこれから先の、転職市場だったりとか、会社の選び方って変わってくるのっていう話をですねしていきたいなと思ってます。そして6月11日その次ですね、その次のマザーハウスカレッジ生カレッジはですね、こちらです。若新雄純さんに来ていただきます。またこの人もぶっ飛んだ人なんですよ。めちゃくちゃ面白い、永遠の思春期の人です。中二病って言ってますけれども、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、ニート株式会社って言ってですね、全員ニートっていう会社を作った人なんですけど、今慶応大学で、特任准教授やられてたりとか、いろんなメディアでも発言されてますけれども、とってもですね、本当にこう心に入るような言葉をたくさん持ってる人なので、コロナ後の社会がどうなる、新しい働き方、生き方、つながり方っていうところをですね、この若新さんと一緒に議論をしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、もうね、今日楽しかったな、あっという間に1時間過ぎちゃった。なんか僕も本当になんか好き放題のこと喋っちゃいましたけれども、どうだったでしょうか。楽しかったですか皆さん。はい、面白かったですという、ね、コメントもたくさんいただいております。はい、無邪気って本当にね、もうね、いつになって大人になるんだろう僕らはっていうふうにね、総務さんと話してると思いますけれども、はい、皆さんね、明るく楽しく無邪気にこれからもね生きていきたいと思いますので、皆さんもぜひお願いします。それでは、マザーハウスカレッジ生カレッジですね、今日この辺りで失礼したいと思います。また来週木曜日20時からぜひお待ちしてますんで、お会いしましょう。バイバイ。